とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もこの最強装備を使って古代狩りやっていきたいと思います。古代狩りのボス倒せたからね、また挑戦するよ。今日はこれでいきます。 81%、 まだちょっと出てないやつがあるんだよね。うん、あ、なんか名前コメントで教えてもらったけど忘れたな。でもまだ出てないのがね、3体いるみたいなのよ。3体。うん。まあ、ここだったらば、ああ、きつい奴らもいるけどね。とりあえず、行ってみます。頑張るぞ。まずはここか。で、宝箱だな。おお、チェスト21、シークレット3。まあ、3つ、外れがあるってことでいいかな。まあ、そんぐらいのもんでしょう。あ、ここは結構、わかりやすい感じかも。よし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 、全然いける。もう普通のね、雑魚はね、全然いけるって分かってるな。おー、危ねえ。怖いのは、このクリーパーだね。クリーパーがやっぱり怖い。でもいけてるいけてる。うん。クリーパーの爆発だけ注意しておきたいところだね。うん、まあ、いざとなったら弓使って、火打ちしていけば、なんとかなるんで、それで行きましょう。もう他のね、弱いところと違って、しっかり、うわ、やべ、倒していかないと、辛くなるっていうところがあるからね。しっかりと全部処理していきましょう。まあ、その分レベルが上がりやすくはあるんだ。うわぁ！うわ、マジか！変更持ってんの？やべ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 ！いきなりピンチ！あぁ！嫌な奴ら、こいつら！ちょ、ちょっと待って、ドラ間違えて使った。嫌な奴！ちょっと待って。嫌な奴らだわ、ほんと。よし、オッケー。やばいやばいやばい。オッケー。集団で来られるとちょっときついわ。はい、処理した。そろそろ洞窟はないかい？あ、上にいるなら戦わなくていいね。あー、一応倒しとくか。炎も結構ね、削ってくるんで、嫌なんだよな。はいはいはい。はい、次。そろそろ洞窟ないよ。あった。おお、おっと、いきなりの大将戦ですよ。まあまあ、これでいいでしょう。うん。え、ここなんだったっけ？普通にやっていい？いや、そのまま突っ込むのは本当にね、自殺行為だから、ちょっと離れとこう。重力巨大毒の雲。ちょっと少しずつ引いとこうね。どこにいる？もうちょっと先か。あー！スライムがむちゃくちゃいる。衝撃波付きか。ちょっと待って、スライムを少しずつ引いて倒そうか。おー、なんか消えたぞ！え、消えた？え？え、消えた？これは、ボスの周りに絶対いるって。うわ、来た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 ！やばい。お、これ待って、待って、おい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 衝撃波！衝撃波、えぐい。ちょっと待て。衝撃波、えぐすぎでしょ、これ。何それ。え、これ無理やろ、そんなん。え、そんなん無理ですよ。はい。いや、今みたいな感じだと、いや、とてもじゃないけど耐えれないもん。オッケー！来やがったな。よし！よっしゃ、倒した倒した！取って！あー、もう！取って逃げたいんだよ、俺は。よっしゃ、逃げろ逃げろ逃げろ！オッケー！
ッケーオ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 ッケー。きつい。何衝撃波あれ。あんな無理でしょうが。ポーションバリアないとあれは絶対勝てないわ。はい。じゃあ次行こう。いや、ないな。なかなか、当たりがないっすね。いや、なかなかないね。なかなか、古代人がいない。っていうか、穴が今回少ないんだよね。穴が全然ない。あ、あ、終わりのところがあった。いや、もうちょっと、あ、いや、こっちの下の方があるな。もしかするとこっちにあるかもしれないから、こっち側行ってみよう。いや、全然雑魚戦はもう余裕なのよ。まあ、エンチャントのね、クリーパーで、で、重力パルス持ってるやつ、あいつ以外は余裕。重力持ちのクリーパーはさすがにきつい。あいつはマジできつい。あ、ないわ。あ、いや、あったあったあった。奥の方に一個あった。違うんかい。違うんかい、もう。あと一個見っけ。あと一個発見。違う、ここも違うんかい。もう完全にないです。クリア。うん。まあまあ、一体倒したね。一体倒した。さあ、さっき出たのが、傭兵のアーマーかなんか出たっけ？傭兵だったような気がするんだけども、見てみましょうか。あとショップもね、見てみましょう。狙いはスパイダーアーマーとウィザーのアーマー。だよ。そこが欲しい。もうブロードソードはほんとこれで超満足してるから、これでいいんだ。うん、あと弓も欲しいけどね。あ、出たやつね。これか。傭兵のアーマー。おっ、あー、なるほどね。ポーションバリアついてるのがいいのよ。ポーションバリア3がすごくいいんだけど、うん、クールダウンが1個もついてないってことで、ダメだね。売ります。商人で、どうだ？いらない。いらない。いりません。ピグリンはいらないね。おっと、すごいぞ。不滅とブロードソード出てる。おっと、不滅で、吸血3。いいね。で、下が、衝撃波がね、衝撃がね、うん、これデバフになる可能性もあるんだ。いや、むしろ高難易度ではデバフなんだよね。なので、ちょっといらないかな。あー、これ結構いいのよ。結構いい。一応買っとくかな。20% 引きだし。一応買うか。悪くない。で、ブロードソード何？まあ、パッと見良くないね。毒の雲。下が、まあ、重力ついてて、輝きいらないな。うん、いりません。回復手段が輝きだけってことで、よろしくない。ミステリー。うん、ダメ。エメラルド装備も、クールダウンはやっぱ一つついてないと、ダメなんだな。あ、バーストボーストリングとマルチショットっていうのでいいけども、長弾もいいね。で、スーパーチャージ。あ、悪くない。けども、うん、強いて買うほどでもないかな。はい。で、これ最後だね。いりません、いりません。お、これ、締めぐ？もしや。あ、違う。これガントレットだ。ガントレットだわ。はい。まあ、ということで、今日も古代狩り、無事クリアしました。古代人もまあ、雑魚はね、ちょっときつかったけど、古代人自体は倒すことができました。うん。やっぱこの装備、いいわ。めちゃくちゃいい。まあ、スパイダーアーマーとビザーのアーマー、それの黄金のね、理想スキル、それが出るまではもうずっとやり続けようと思うので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。